問題 A、PK を3回やったら2回成功するキッカーがいる。もっと具体的には、3の倍数の回だけ失敗する。そんな人いる？整数 N を受け取り、N 回やった時の結果を出力しろ。言われた通り1文字ずつ出すよ。基本的にどんな言語でも似たことができると思うが、言語によっては〇〇×を連打して一気に出力した方が楽かもな。コードのコピペは説明欄からどうぞ。問題 B、座標平面上に N 個の点がある。それぞれの点から見て一番遠い点を答えろ。同点の時は？番号が小さいのを優先。点は最大100個で、座標は小さい整数だぜ。全ペアの距離を計算する暇が余裕であるから、するよ。100の2乗は1万で、コンピュータにとっては小さいぜ。ああ、本来はここにルートがつくが、つけなくていい。というかつけるな。距離自体は聞かれてないからね。不動小数点数は整数でない数を正しく表せないから、同点の時は、というケースでは特に危ない。まあ今回は多分不正解にはならないが、不動小数点数はあまり気軽に扱うものではないぜ。問題 C、カラフルな豆がある。それぞれに色と美味しさが定まっている。これらがぐちゃぐちゃに混ざり、色が同じ豆は区別できなくなった。ここから1個選んで食べる。色を選ぶってこと？ああ、最悪ケースで食べることになる豆の美味しさを最大化すると、それはいくつ？豆は最大20万個、色番号と美味しさは最大10億。時間とかが無制限なら、正直やるだけだね。まあさっきの点の問題より難しくはないな。実際は色が10億種類あるのが問題で、それに合わせて10億要素のインと配列を作ると、少なくとも4ギガ程度は取るので1ギガのメモリ制限にかかり、そのメモリを確保したりする時間も怪しい。でもこれ以外は問題ないから、ここだけ変えるよ。結構変わったが見逃してやる。普通の配列じゃなくて、必要なとこだけ作るやつを使うよ。Python の場合、多分 Dict を使うことになるが、そういうハッシュテーブルを使う場合の注意点がある。詳しくは ABC346C の公式サイトの解説を見てほしい。問題で、マスが縦横に並んでいて、太郎くんとゴールと障害物と薬が置かれている。太郎くんのエネルギーは初めゼロで、薬を飲むと、その薬のエネルギーと同じ値になる。飲んだ薬はなくなる。エネルギーを1消費することで、上下左右に1マス動ける。エネルギーゼロでは動けない。薬無視できる？ああ、今更だが障害物には入れない。ゴールに着くことが可能か判定しろ。盤面は最大 200×200、薬は最大300個。各薬のエネルギーは最大4万だぜ。最初のエネルギーはゼロだっけ？スタートに薬がなかったら罪だね。これ以外だと、スタートにだけ薬がある時が一番単純かな。この時はスタートからゴールまでの距離が分かればよくて、そのためには結局全マスまでの距離を計算することになるかな。幅優先探索だな。難しそうな名前だが、今みたいに近い方から見ていくだけだぜ。で、薬が増えたらどうなるかだけど、今ので全マス見るから、薬から薬まで直接行けるかわかるね。これを全部の薬からやれば、薬マップができて、この上を探索すれば OK。薬は強いが個数が少ないので、全部の薬から探索できてしまうっていう話だぜ。問題、木に人が住んでいる。各頂点の人口が与えられる。どれか一つの頂点にコンビニを建てる。この時、コンビニまでの全員の距離の合計を最小化しろ。距離ってのは、辺の長さは全部1だよね。頂点は最大10万個、各頂点の人口は最大10億。素直にコンビニの場所を全部試すよ。1箇所だけは普通に計算していいよね。10万箇所全部でこうする暇はないけどな。コンビニを下に1つ移転したらどうなるか考えると、移転先の下にいる人から見ると距離が1減ってて、それ以外の人にとっては1遠ざかってるね。だから事前に各部分機の人数を全部数えておけば OK。外側はもちろん全体から引くぜ。問題 F、長さ M の数列が N 個ある。2つの数列について、奇数個の場所の要素が同じとき、それらを似ているとする。似てない。似ている数列のペアは何個あるか？ N も M も最大2000、数列の要素は3桁の整数だぜ。そのままやったら、2000の3乗割る2でギリギリダメかな。2秒で単純な計算40億回なら、少しせかせば間に合わない？コンパイルオプションの最適化レベルは実は上書きできて、O3 とかを指定すれば自動で並列化されて間に合ってしまう。いいのかなそれ。このコードはintの代わりにショートを使って倍速化していて、最悪ケースで 0.4 秒くらい。かなり余裕だね。模範解答もこれと根本的には変わらないと思うので、異例だがこれを私たちの解答とするぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。